on 81.3 J-Wave。時刻は夜12時になりました。ジェイブスパークをお聞きの皆さん、こんばんは。三代目ジェイソルブラザーズのボーカル、今市隆二です。こんばんもよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ねずこのみんな、今週月曜日は何の日だったかご存知でしょうか。そうでございます。我らがリーダー、直人さんの誕生日でした。はい。直人さんの誕生日はですね、メンバーみんなでね、お祝いができたのでケーキ出して、お祝いしました。うん、直人さん今年で38になります。はい、本人は28歳になったとは言ってましたけども、はい、まあ、時間が経つの早いなって感じますけども、でも直人さんってなんか全然ね、なんていうんですか、年々若くなってる感じもするし、やっぱり心がねすごい若々しいので、本当にもう健康にね、長生きしてほしいなというふうに思っております。はい、まあね、直人さんは本当にこう何ですかね、まあ、LDH としてもすごく重要な人物というか、うん、本当にいろんな方から愛されてるし頼りにもされてるので、まあ、自分たちという意味でね、まあ、リーダーでもあるので、そんなね、かっこいい直人さんで、いつまでもいてくれたらなと思います。本当に直人さん誕生日おめでとうございます。はい、素敵な一年にしてください。そしてですね、まあ手前味噌ではございますが、今市隆二本日35歳になりました。イエーイ、ポンポンポン、35歳になりました。そうですね、もう気づけばだってこのスパークでだから7回ぐらい年齢を重ねた報告をしてるんですけども、意気込みね、意気込み、まあ35歳になって、もう言っちゃえばもうアラフォーになったってことですよね。なったということなんですけども、でも あんまり自分的にはそんなに年齢のことは全然、アラフォーになったから何っていう感じで、あんまり全くでも全く気にしてなく、うん、変わらずというか、まあ、ボーカリストなので歌をしっかり歌い続けて、そして、まあ、自分のやりたいことをどんどんこう形にしていって、まあ、夢を叶えていくっていうスタイルはまあ変わらずかなっていうのはすごく感じています。うん、そうですね。であとは、まあ、まだまだね、厳しい状況が続いていますので、そういうところで自分ができることは何かっていうのを探しつつ、活動していければなと思っております。はい。お、なんですか、プレゼントですか。めちゃくちゃタミヤって書いてある、箱大きいな。おい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 、プラモデルですよ。な、お、やばい、旧車でございます。 CB の7半かっこいいね。嬉しい、ありがとうございます。ちょっとこれはしっかり作らせていただきます。はい、ね、まあ、このスパーク もう8年目になるんですかね、もうすぐ、ね、8年目になるということなので、うん、変わらずまずは、ね、10年目指して、頑張っていきたいなと思っておりますので、引き続き、このスパークの方もよろしくお願いいたします。ということで、3代目 JSOULBROTHERS ボーカル今市隆二がお送りする JAVE スパーク、今日はこの曲からスタートです。聴いてください、フューチャーラバーズ。
This program is brought to you by 牛乳石鹸ほか。家に帰ったらまず手洗いを。手洗い習慣はとても大事なこと。自分でできる大切な人を守る予防策、まずは手洗いから始めよう。牛乳石鹸。アルバイト採用担当のあなた、はい、求人サイトマイベストジョブなら掲載費用0円で求人広告が出せます。え、応募者のマッチングもバッチリ。本当に？本当です。ちょっと変わった求人サイト、マイベストジョブ。ライブエンターテインメント、アート、カルチャー、ダンスミュージックの祭典、J-WAVE 公演、東京ダンスミュージックウィーク2021、今年も開催。 SDGs と再生エネルギー、エンターテインメントとカルチャーが融合する1週間のフェスティバル。9月6日より都内のライブハウス、クラブなどで開催。詳しくは東京ダンスミュージックウィーク .com。タクラムの渡辺幸太郎がナビゲートするタクラムラディオ。今夜のテーマは都市の恵みを考える。東京を未来の森にするには、建築思想家の竹村大樹さんを迎えてお送りします。放送は今日深夜2時から。81.3 J-WAVE SPARK。毎週木曜日は三代目 JSOULBROTHERS のボーカル今井忠司がお送りするスパーク、ここではねずこのみんなからもらったメールを紹介していきます。ラジオネームまさこさん、リュウジ君こんばんは。こんばんは、9月2日35歳お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。35歳何か挑戦してみたいことありますか？35歳何か挑戦してみたいこと、そうですね、挑戦でしょ。それこそさっきあのバイクのプラモをもらったんで、前にあのバイク熱がまた今来てるって話したんですけど、前ってもうバイクはすごい好きなんですけど、バイクをじゃあフレームから組み上げるとかやったことないんですよ。フレームからエンジン積んでとか、キャブレーターがなんとかみたいな、そういう細かいとこは正直やったことがなくて、本当にあのブレーキフルードだったりとか、オイルを入れ替えたりとか、本当そういう電気系統系とかね、やったのはあるんですけど、そういう細かい部分やったことないんで、なんかよりそのバイクに詳しくなってね、一からバイクとか作り上げたら面白いかななんて思っております。はい、 CL でやれば
パークで、スパークなのに CL めっちゃ進めるじゃないですか。そうね、 CL、 そうなの、企画としてなんかバイク企画とかできたら面白いかななんていうのはすごい思っているので、うん、やっぱなんか好きなものをね実際にお見せする方が伝わるものもあるかなと思うので、ね、今まではそういうなんていうんですか、その本職じゃないことってあんまりしてこなかったので、でもバイクだったら全然できるかなっていうところもありますので、なんかそういうバイクをいじることを、じゃあ CL で、バイクをねフレームから作って、Z 作りまして、その Z に乗って、六本木ヒルズ33階に乗り込みますよ、じゃあ。じゃあそれを目標に、はい、そんな感じで、はい、次いきます。ラジオネームユミさん、リュウジ君こんばんは。こんばんは。この度息子が実家を出て一人暮らしを始めました。一人暮らしには何かとお金がかかると思い、レンジでチンできるご飯やラーメン、レトルト商品などいろいろ詰め込むのですが、最近はマンネリ化して何を送ればよいか悩んでいます。息子は何でもいいと言います。リュウジ君が一人暮らしを始めた頃、実家から何か送ってもらって助かったものはありますか？良いアイデアがあれば教えてください。はあ、なるほどね。一人暮らしの時は、あ、でもね、そんなになんか送ってもらってなかったかも。うん。だって送る人とか毎月とか送ったりするんですか？まあお金がね、やっぱ一人暮らしでお金かかるんで、そういうところはわかるんですけど、自分のね、お母さんはね、基本的にそんなに送ってくれたものといえば、まあカップラーメンと、あとは米ですね、米。米はね、助かりましたね、ぶっちゃけ。米。うん。腹たまるし、あれでちょっと生き延びた感はありますね。うん。なので、いい米を送ればいいんじゃないですか。それが一番嬉しいかもしれないです。うん。だって米があればね、じゃあ、おかずをじゃあコンビニちょっと買うとか、ね、スーパーでもいいんですけども、おかずだけ買えば、もう成り立っちゃうし、うん。米ってうまいよね。最近米熱きてんですよ。炭水化物、米。もともと炭水化物抜いてた人だったんですけど、やっぱ炭水化物取らないとパワー出ないんですよ。その1日抜いちゃったりするとその日のパワーが出なかったりするし、あと筋トレとかした後も炭水化物、まあ茶碗一杯分ぐらいは取らないと筋肉になりづらいっていうのもあって、最近こう食べ始めているんですよね。で、あと塩分とか結構気にするんで、俺その米って塩分ないからすごいいいんですよ。塩分もないし腹もたまるんで、腹持ちもいいし、最近米すごい好きで、ちょっとねいい米探しの旅に出ようかなぐらい。もう昔おかずなきゃ絶対無理だったんですけども、米のみでちょっと いけるぐらい。どうしよう、5年後太ってたらね。そんぐらいね、米今ハマってるんですけども、ちょっと脱線しましたけども、うん、お米が一番喜ぶんじゃないですか。うん、すごい、なんつんだろう、実用的かなと思いますので、ぜひ送ってあげてください。ということで、今メッセージを紹介したねずこにはスパーク木曜オリジナルセッカーにサインを入れてプレゼントしたいと思います。ここで番組からのお知らせです。来週のスパークにはお笑いコンビ EXIT が登場します。 EXIT の2人とはですね、まあ、番組の方で共演はさせてもらったことあるんですけども、直接ね話したりとかはしたことがないので、まあ、初対面ですね、ほぼ。はい。なのでいろんな話をできればなと思っております。EXIT はですね、アーティストとしても活動しているということなので、音楽の話もね、聞いていければなと思います。来週のスパークもお楽しみに。それではここで曲をお届けしたいと思います。聞いてください。グリフでワンナイト。 How long can I leave the lights and the ceiling on And the static from the TV keeps me company till I'm gone Cause I rock back and forth Deciding words that I've said wrong I swear I've been doing fine But I'm busy and got things going on
ワンナイトでした。はい、ということで、グリフはですね、BBC、MTV、Amazon Music が2021年期待の新人として注目しているアーティストでございます。さらに今年のブリットアウォーズでこれからの成功が期待されるアーティストに贈られるライジングスターアウォードを受賞しています。はい、もうグリフ、そうですね、もう本当に、まあ、声すごい綺麗だなーっていう風に感じますし、トラックもね、もう本当に今っていう感じのねしますけども、すごくポップだし、キックもねすごく印象に残るなっていうものがありますけども、うん、やっぱりねこっからまたどん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 活躍していくんだろうなっていう風に感じます。はい、でもなんか最近のその女性シンガーの声質ってちょっとこう近づいてるっていうか似てる成分が結構あるなっていうのは感じますね。うん、なのでなんかそういうなんか時代によって結構ありますよね、そのこういう声質に寄せるみたいなのあったりすると思うので、やっぱりそこにはビリー・アイリッシュがいたりとかアリアナがいたりみたいなところがあったりするので、すごくなんていうんですかね、もう今っぽい声質な感じも自分はするなというふうに感じました。はい、今一度自己送りしているジェイブスパーク、続いてはこちらのコーナーに行ってみましょう。題してリュージューズフェイバリットアルバム。このコーナーは今一度自我へ影響を受けたアルバム、最近を聴いているアルバムなど皆さんに知ってほしいさまざまなアルバムを紹介していくコーナーです。本日紹介するアルバムはこちら、ジャム&ルイスのジャム&ルイスボリューム1。ということで、ジャム&ルイスのアルバム、ジャム&ルイスボリューム1の楽曲をフラッシュで聴いていただきました。このアルバムですが、今年の7月にリリースされたファーストアルバムです。
ジャム&ルイスのことを簡単に説明すると、これまでにジャネット・ジャクソン、マイケル・ジャクソン、マライア・キャリー、チャカ・カーン、ビヨンセといったアーティストの楽曲を制作してきた90年代を代表するプロデュースデュオになっております。今回のアルバムは初めて自分たちのために音楽を作り、レコーディングアーティストとしてデビューアルバムになっています。このアルバムにはマライア・キャリー、ボイズ・トゥ・メン、ベイビー・フェイス、メアリー・ジェイ・ブレイジョといったアーティストが参加しています。はい、ということで、まずそのジャム&ルイスがアーティスト名義で、今までプロデューサーだったんで、初めてアーティスト名義でジャム&ルイスっていうのを出してアルバムを出しますっていうのが、その情報が入って、おいおいマジかと、もう R&B 好きはやべえの来たぞっていうのがまずありまして、でそっから今年にあのベイビーフェイスとゲストに迎えた曲を一曲だけまず先行で配信して、もうその曲もね、もう聞いて、もうなんつうんですかね、やっぱもう R&B 好きな人はもうたまらんですよ、本当に。90年代 R&B を感じて、もうこれこれ、ああもうこのベイビーフェイス節みたいな感じでね、でそういう曲がありまして、でアルバムがやっぱすごいもう期待値は上がっていて、で今回このアルバムまあ、リリースしたということで聞かせていただきました。もうね、一言で言うならもう最高、もうこれ以外ないもう一曲目からね、本当にブラックミュージックをすごく感じますし、そっからてかもうまずゲストがね、もう本当とんでもないんで、先ほど言いましたけども、これ以外にあとアッシャーが出たりとか、もう本当に素晴らしい、もうあとチャーリー・ウィルソンがいたりとか、もう本当にレジェンドたちも本当にこうみんな参加するような、それぐらいに値するあのジャム&ルイスもプロデューサーだったので、うん、もう1曲目からもうずっともうワクワクしながら感動しながら聴いていました。はい、で楽曲自体もなんか最先端のものをやってるっていうよりかは、王道でジャム&ルイスが作り上げてきたものをちょっとね、まあ、今の音色とかを足したりとかして制作しているので、なんかもう安心してこうずっと聴いてられるというか、嫌なところが一個もないっていう感じで、うん、ちょっとね、今年はこのアルバムをこれからまだまだ自分はたくさん聴くんだろうなっていう風に感じています。はい、それぐらい、まあ、久しぶりにちょっとテンションが上がったアルバムになっております。はい、ということなので、まあ、その自分の熱も伝えたいので、今日は、このアルバムから2曲お届けしたいと思います。はい、それでは聴いてください。ジャム&ルイスでスピニンフィーチャリングメアリー・ジェイ・ブライジ、そしてザ・ネクスト・ベストでフィーチャリングボイズ・トゥ・メン。Man, I was out of control. Couldn't catch myself. I was spinning, y'all. I was out of control. Y'all know what I'm talking about.
送りした曲はジャム&ルイスでスピニーフィーチャリングメアリー・ジェイ・ブライジー、そしてザ・ネクスト・ベスト・デイフィーチャリングボイス・トゥ・メンでした。続いてはこちらのコーナーです。スパーク・ボックス。ジェイブのシェア番組スパーク、木曜日は三代目ジェイソルブラザーズの今井亮次が担当してます。ここからは音楽をはじめリスナーのクリエイティブな作品を紹介していくスパークボックスのコーナーです。今日はリスナーの方からいただいたステッカーのデザインを紹介します。番組ブログにはもうすでに今から紹介する作品がアップされているので、そちらを見ながら聞いていただければと思います。はい、じゃあ行きましょう。ラジオネーム from Dr. ゆうじくん、こんばんは。こんばんは。手のひらから溢れ出す木曜スパークをイメージしたステッカーデザインです。リュウジ君から発信される音楽や言葉を受け取れる木曜24時は本当に幸せな時間なので、その気持ちが伝わればいいなと思って作りました。見ていただけたら幸せです。見ましょう。お、いいね。うん、あのね、ポップなんですけど、しっかりなんかこのメッセージも伝わるというか、背景ブルーで、で真ん中に手のひらがあって、その上にもうカセットやらピアノやらトーン記号やら翼やらダイヤやら、もういろんなアイテムがこう本当に手のひらからね溢れ出てる感じが伝わるので、これ好きですよ。はい、ありがとうございます。かなりいいですね。次行きましょう。ラジオネームリリー24かな、24、リリー24。はい、リュウジ君こんばんは。こんばんは。ステッカーデザインを作ったのでお送りさせていただきます。リュウジ君のアルバムやリリーをちょっと意識してネオンっぽいデザインを作っていました。日本を元気にという思いから和を感じられるものを盛り込んでみたのですが、どうでしょうか。見てみましょう。おお、確かにね、背景が青ですか、紫ですか、これ青、青で、で日本列島と富士山がドーンってあって、それがねネオンに光ってるんですよ。うん、で下にディアネズコって書いてあってね、うん、なんか和も感じるし、ちゃんとね最近の自分のカオスシティの世界観ネオンもあるので、いろいろねチェックしてくれてるんだなというふうに感じます。はい、ありがとうございます。次いきます。ラジオネームサヤルージ。リュウジさんこんばんは。こんばんは。ステッカーデザイン考えました。ハイウェイトゥーザムーンをイメージして作りました。私の中でカオス市の世界観は紫、ピンク、青のイメージなので、ベースをその3色のグラデーションにしました。ハイウェイトゥーザムーンの MV の中に出てくる車とジェーブスパークの背後にある大きな月がポイントです。ちなみにハイウェイトゥーザムーンを聴きながらデザインしました。はい、見てみましょう。おー、いいですね。うん、確かにハイウェイトゥーザムーンらしさもありながらね、パームツリーもあったりとかで、月もね真ん中にドーンと、これ、あ、 J-WAVE ね、うん、J-WAVE スパークっていうタイトルもあってね、うん、これもなんかしっかりハイウェイトゥーザムーン、なんかアナザーストーリー的な感じの雰囲気もあって素敵です。はい、ありがとうございます。ということで、皆さんありがとうございました。スパークボックスは引き続き皆さんからのオリジナル作品をお待ちしています。音楽をはじめ自作の歌詞やステッカーのデザインなどなど、皆さんが考えた作品なら何でも OK です。リスナーのあなたのクリエイティブな作品を送ってください。番組ホームページのトップにあるスパークボックスというところをクリックしていただくと、応募方法に関する詳しい情報が載っていますので、そちらを確認してください。それではここで一曲お届けしたいと思います。聴いてください。リアムペインでサンシャイン。 You're like a sunshine only giving good vibes anytime that you're rolling, pulling me out never letting me down, and I wanna make sure you know it. You're like a sunshine only giving good vibes anytime that you're rolling. Can't believe that I found my sunshine. Hey, everyone's trying to be the same. Until I met you I was on that wave.You're really awesome and different. You do you, it must be nice. And I think it's rubbing off on me. Oh yeah, step to the left, step to the right. Do what you want. What really matters is the journey that we're on. Yeah, riding with you, I'm blind to know where I belong. I belong. You're like a sunshine, only giving good vibes anytime that you want.I need it.
and I think it's rubbing off on me. お送りした曲はリアムペインでサンシャインでした。はい、1D のねリアムペインの新曲になります。すごくキャッチーかつあとバースとかの部分はちょっとマイケルをね感じるのもありますし、でその後のねセクションでトークボックスもあって、もう自分が好きな要素は結構ふんだんに散りばめられていたので、いい曲だな、好きな曲だなというふうに感じました。はい、10月に公開されるアニメーション映画ロンズゴーンロングに提供した一曲になっております。はい、今一度地獄してるジェイブスパーク、ここでは先月行った企画忘れてしまったマイファーストストーリーに結構いいメールが来ていたので、そちらを少し紹介したいと思います。はい、ラジオネームみゆちゃん、今井さんこんばんは。こんばんは。一昨年の夏に長女を出産しました。すごく痛いけど頑張ってねと産む前に周りから言われていましたが、いざ出産になると想像してたより痛くなくて、出産した嬉しさと赤ちゃんの可愛さのあまり、産んだ直後に私が旦那に言った一言が、すぐにでも二人目産みたいでした。珍しいのかもしれませんが、私にとっては思い出の頃初めての出産でした。そうなんだね。確かにもうだって男が出産したら死んじゃうっていう風ねって言われてますしね、まあすごいもう大変なイメージありますけども、個人差あるでしょうね。ね、だって産んだ後にすぐにでも二人目みたいなの聞いたことないですよ本当に。そうなんだね、人によって違うのかもしれませんね。でもいいですね、なんか出産とかって聞くとやっぱすごい赤ちゃん生まれた時は本当にね幸せなんだろうなっていう風に感じますよね。ぜひね2人目もじゃあ早めに、ね、作ってもらって、はい、産んでいただきたいなと思います。はい、ぜひね幸せな日々過ごしてください。ありがとうございます。次いきます。ラジオネームれなちゃん、私の初めての恋愛の思い出は苦い経験となりました。保育園の時好きな男の子がいて、その子と遊具の下に一緒に隠れていた時に、何々くんは好きな子いるのと聞いたら、即答で他の女の子の名前を言われ、心が折れた思い出があります。私の初めての恋愛は失恋に終わりました。でもねなんかねこれわかんないけど、実際好きだったんだけど恥ずかしくて言えないで、言わないで他の子の名前を言ったパターンもあったりすんのかなって。なんか俺も覚えてるんですけど、幼稚園の時に好きな子がいて、やっぱ好きな子いじめてましたもん。なぜか多分それしか表現ができなかったんでしょうね。なんかそれに近いのかなってちょっと思った部分はありますけども、まあでも言われた方はショックだよねこれね。保育園生ながらね、そっか。まあでもなんかこう可愛らしい話ですよねこれね。はい、で次いきます。ラジオネームあずちゃん、私の忘れてしまったマイファーストストーリーは結婚式です。私は20歳の時に結婚したのですが、自分の結婚式が生まれて初めての結婚式でした。親戚の結婚式とかも出たことがなかったんです。参列者やお食事、引き出物や衣装まで、とにかく何も分からず両家の親の言うがままに挙げた結婚式でしたが、たくさんの親戚や友達にお祝いしてもらって、とてもいい式だったなと今でも思っていますが、やり直せるなら衣装とお食事くらい自分たちで選んでやり直したいです。リュウジ君はきっと衣装選びや指輪選びにしても、きっとタグは見ないで決めてしまうんでしょうね。めっちゃいじられてるんだ最後。
たぐみないキャラもやめましょうよ本当にね。だから衣装とね食事ぐらい、まあそうだよね、なんか、まあ、20歳だからね本当に、まあ、20歳で結婚するって言ったらまあ早い方ですもんね、一般的には早い方で、多分本当にわけも分からずね両家の親の、まあ、言う通りにというか、まあ、それが悪いわけじゃないんですけども、まあ、もっとねこう自分の意識も入れてアイデアとか出してねやっていきたいっていう気持ちはなんとなく分かります。うん、自分がね結婚式やるとしたらどんな場所どんな演出、そうね、東京ドームで3代目のライブ張りにセット組んでスモークやら特攻やら金テープやらでも BGM もライブと同じ音のまあやりたくないですそんな結婚式なんか別に自分は本当どうでもよくて、本当になんかウェディングドレスとか着てもらえたら一番いいかなって思うんで、別に自分は何でもいいかな、もう本当なんなら本当身内でちっちゃいとこでねやるぐらいで自分は本当にもう満足というか、うん、かな。和装はそんなに、まあでもそういう、そうだね、和装はそこまでかな。でもまあ着れるんだったら普通に両パターンも着たいんですけども、まあでも自分はそんなないかな、もう本当にお嫁さん奥さんが一番満足する結婚式にしてあげたいって感じですかね。はい、ということでねずこのみんなメッセージありがとう。そしてですね、そろそろこの番組も8年目に入ろうとしていますので、またね新しい企画やっていきたいなと思っています。ぜひねみんなもこんな企画やってほしいななどメッセージをたくさん送ってください。それではここで一曲お届けしたいと思います。聞いてください、三代目 JSOUL BROTHERS で線香花火。心に触れてきた薬指に淡く日焼けの跡残して、祭りフェスと夜風汗をかいた髪、慣れない浴衣で二人そっとキスした、眩しい魔法のような季節出会ってしまったの、oh, no. この恋は連れてって君と手を繋いで粒々を脱ぎ捨てたんだ、特別な自分になれるような気がして、砂に溶けたアイスクリームバカッタラって笑って、9月なれば髪を切って生まれ変われるから、 Oh no no この恋は
お送りした曲は三代目 J ソロブラザーズで線香花火でした。ここではですね、線香花火の、感想メッセージたくさんもらってるので紹介させてください。ラジオネーム水木、リジ君こんばんは。こんばんは。新曲の線香花火、切なくて儚くて大好きです。スパークで言っていた缶ビールや祭り林など具体的なワードもあり、情景が想像できてとても胸がキュンとしました。この歌詞に出てくる二人にはどんな物語があるのか気になります。何か他にもこの歌詞にまつわる秘話などあったら聞けると嬉しいです。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。もう本当にね、キュンとしてほしくて作ったような曲ですからね。秘話でしょう。まあなんつうんだろう、なんか物語自体もあんまりこう一つのこういうストーリーですっていうことはあんまりしたくなくて、だから本当にそれぞれの解釈で受け取ってほしいなってところはあるんですけども、なんだろうな。で今回自分とあといつも本当に信頼してるイブ・サンダー・アダムスっていうトラックメーカーとその3人で歌詞を書いて、で1人女性の方がいるんで、その方ともうめちゃくちゃこうしっかりコミュニケーション取って、やっぱり女性の気持ちは男性には分からない部分があるので、そう、女性とこうなんだろう、いろんな話をしてくれて、あ、そういう感情あるんだって自分もこう気づけた部分もあったりしたので、すごく女性がなんて言うんだろう、共感できるというか、2番かな、2番のバースでもうスーツを脱ぎ捨てるっていうフレーズがあるんですけど、男からするとちょっとこうんっていう、スーツって言ったらちょっと決める時じゃないですか。だけど女性からするとなんかこう普段は真面目に働いてる人なので、だからコスチューム、だからスーツじゃなくてもいいんですけど、その普段働いてる、真面目に働いてる私っていうところから抜け出して、この恋はダメだって思ってるかもしれないけど行っちゃう気持ちみたいなのがあるみたいなんですよね。もうあえてこう、まあ、ダメよって言ったら変なんですけど、その人とところに行ったらダメになっちゃうっていう、自分自身分かってんだけどそこに行っちゃうみたいな気持ちって女性あるみたいなんですよ。だから男はあんまりないじゃないですか。だからそういうところもなんかそのスーツを脱ぎ捨てて飛び込むじゃないけど、なんかそういうところはあるかな。これはまあ初めて行ったかなっていうところで、あと個人的にはブリッジの1,2,3 っていうところ、テッ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 テ、ブリッジの本当に最後の最後で線香花火をこう消すシーンがあるんですけど、あそこがすごい好きで、その 1,2,3 っていうので、なんかこう本当にもう別れをもう離れる瞬間だったりとか、本当最後のシーンっていうものを演出したくて、その数字を入れたりとかしてこう迫ってくる感じで、最後の最後で線香花火ってもう少しあとちょっとで落ちそうだなってところなんですけども、やっぱそこは女性になんていうんですかね、かっこ花持たせたいところもあって、最後のさよならで自分が自ら線香花火を消したっていう、まあストーリーにしてあるので、まあ本当大きく言うと、もうひと夏の、まあ、ひと夏ではなくてもいいんですけども、まあ、設定が夏だったりもするので、ひと夏の、まあ、叶わぬ恋っていうところで、まあ、それぞれに解釈してほしいなというふうに感じております。はい、続きます。ラジオネームあやちゃんしゃん、
リュウジ君こんばんは。こんばんは。線香花火散るでいい曲ですね、女性目線の歌詞が可愛くて優しくて大好きです。ティアティアとかキラキラの響きも思わず口ずさみたくなります。恥ずかしながら高校生の頃の淡い恋を思い出してキュンキュンしちゃいました。呆れるほど好きだった。ただそれだけでよかった。本当に私のひと夏の恋をリュウジ君に言われた感じです。素敵な歌詞をありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、今回 TikTok とのコラボ企画でもあるので耳障り的に引っかかりもすごい欲しかった部分があったので、ティアティアとかキラキラとか、まあ、普段3代目楽曲作る上ではなかなか入んないフレーズであるんですけども、まあ、今回 TikTok とのコラボなので、いろいろ挑戦いい意味でできた曲でもあったので、すごくそこはトライしてよかったなっていうふうに感じております。はい、ラジオネームサララちゃん、リュウジ君こんばんは。こんばんは。線香花火何度も聞きました。線香花火のように儚く美しい夏の恋の世界観、歌詞からもお二人の歌い方からもとてもよく伝わります。アンプラグドバージョンもとても素敵ですね。いつかリュウジ君のこんな感じのアンプラグドライブをぜひ聞いてみたいです。はい、ありがとうございます。アンプラグドバージョン自分も好きで、めちゃくちゃあれちょっとね、厳密に言うと BPM も下げていて、より歌声が伝わるアレンジになっていまして、で今回線香花火、まあ、歌詞もしっかり伝えたいっていうのもあったので、こうやってアンプラグドバージョンにして、まあ、音数も減って歌がメイン、よりメインになって、で BPM も下げたことによってしっかりね、その世界観もと歌詞も伝えられるのですごくいいですし、でフックのコード感ちょっと変えてたりするんで、そのまたコード感の違いもこの線香花火の切なさを増してくれるコード感でもあるので、そこ、そういうところもぜひねチェックして、聞いていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、そんな線香花火、まあ、もう夏はねもうそろそろ終わってくると思うんですけども、まあ、夏といえばまあこう盛り上がるシーズンでもあるし、でも夏は切なさも持ってる季節だと思うので、この線香花火をねぜひね、それぞれの夏のまあ、切なさの思い出でもいいし、淡い思い出でもいいし、でも TikTok とかでねみんなでこう楽しめたりもするので、皆さんの夏の思い出にしてくれたら嬉しいです。そして、そんな3代目の最新情報をお伝えします。ニューシングルジェイスミンブラックを10月20日にリリースすることが決定しました。表題曲の他にテレビ東京系オハスタ内で放送されるキッズアニメキック&スライドのテーマ曲キック&スライドも収録されます。そしてデビュー記念日にあたる11月10日にファン投票によるベストアルバムベストブラザーズとオリジナルアルバムを同時リリースします。3代目の新曲線香花火ジェイスビンブラックが現在配信中です。その他3代目に関する情報は3代目のホームページをチェックしてください。そして今一流ですがニューアルバムカオスシティが発売中です。そんなニューアルバムに収録されているフューチャーラバーズハイウェイトゥーザムーンの MV が公開になっています。その他自分に関する詳しい情報は今一流のホームページをチェックしてください。ここで一旦 CM です。 CM の後もまだまだ今一流にお付き合いください。 81.3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 
ないです。大人も子供も外から帰ったら石鹸で手を洗う。当たり前のことだけど自分でできる予防策。牛乳石鹸、良い石鹸。サスティペ、サラム長見です。オリエンタルミュージックショー、今週は世界最速のロマブラスバンドファンファーレチョカリアの結成25周年のニューアルバムの発売を記念してバルカンのロマブラスを特集します。金曜深夜2時から。川端かなめソロツアー開催。J-WAVE 主催川端かなめライブ2021 Be Proud ツアーファイナル9月5日日曜日 ZEP 東京。お問い合わせはディスクガレージ 050-5533-0888。
この後深夜1時からのキングスプレイスは岡本津がナビゲート。毎回大人の皆さんのお悩み相談をしてるんですけども、ちょっと一個言っていいですか。ヤンヤンつけ棒ですよね。ヤンヤンつけ棒ではないですよね。ちょっともう怖くなってきちゃったな。ヤンヤンつけ棒だよね。サダメージ、ソウルブラザーズのボーカル今井忠司がお送りする J-WAVE スパーク、いかがでしたでしょうか。エンディングです。はい、今日でですね35歳になりました。本当にたくさんのメッセージありがとうございます。変わらずね、頑張って活動していきますので、温かい応援引き続きよろしくお願いします。そしてこのスパークも、来月でですかね8年目迎えますので、まあ、目標まず10年というところで、新しい企画とかもやっていきたいので、たくさんの企画案、お待ちしているので送ってください。待ってます。そして来週は、お笑いコンビの EXIT が来ます。はい、お笑いコンビはだから初ですよね、このスパークに登場するのは。もうかなりチャラい回になりそうな予感もしてますので、皆さんお楽しみに。この後は岡本津がお送りするキングスプレイスです。引き続き J-WAVE でお楽しみください。ここまでの相手は三代目 JSOUL BROTHERS のボーカル今市隆二でした。また来週夜12時にお会いしましょう。バイバイ、おやすみ。J-WAVE Spark. This program was brought to you by 牛乳石鹸ほか。